こんにちは、兄です。今日はですね、ちょっと友達のしのしのくんからですね、荷物が届いたので開けていきたいと思います。それでは早速開けてみましょう。おお、これってなんかよく広告に出るやつじゃない？すげえ。ポータブルビデオキャプチャーデバイス。すごいっすね。マジか。なんか、もっとインチキ臭いもんが来んだと思ってた。なんて読むんだろう、これ。メディア。AVER メディアさんの AVT-C875 ポータブルビデオキャプチャーデバイス。これ、しのしのくんからいただきました。ですね、僕はですね、もともとゲーマーなんですね。まあ、アホみたいにやってました。で、ちょっとね、いろいろゲームができる環境じゃなくなったので、やらなくなっちゃったんですけども、まあ、動画とかね、やり始めたので、実況プレイとかやってみたらどう？的な話が、こう、ちょっとありつつですね、まあ、こういったものをちょっといただいたんですけども、いや、すげえな。こんなちっちゃいんだ。おお、ピンピンじゃないですか。つうか、すっごい軽いんだけど。こんなんで本当にいけんの？これ、側だけで中身は入ってないとか、そういうオチはないよね。こんな軽くていいの？本物はこっちですよ、的な。あれ？そんなことはない？これケーブル、コンポーネントのケーブルが入ってて、あ、全部ケーブル。これ HDMI でしょ？これなんだろう。なんかイヤホンジャックと同じ感じですね。で、これはなんだ？わかんない。なんか見たことない端子のやつですね。なんだろう。説明書読まなきゃわかんないな。時代はすげえな。こんな、なんか何も入ってなさそうな感じなのに。マジか。ちょっとね、こんな武器をゲットしたので、またね、ゲーム実況みたいなことをできたらなと思っています。しのくん、ありがとうございました。これいいのかな？32GB の SD カードも入ってるけど。おまけかな。